わらび .tv ぜんほー、今回はですね、河合康弘さんと愉快な仲間たちでお送りします。では河合さん、早速ですが自己紹介お願いします。劇団俳優座の河合康弘です。この度ブッダでは語り部役として一生懸命ブッダの世界を語ってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ブッダの残り公演回数もだいぶ、ね、少なくなってきたんですけども、ツアー生活どうですか？そうですね、ツアーっていうのはうちの劇団でももちろんいっぱいあるんですけど、まずわらび座さんのツアーに参加させていただいて、はい、驚いたのは、はい、皆さんすっごい働き者です。そうですね、本当働き者この中でスタッフさん、キャストの女性たちがものすごい力仕事、素晴らしいんですうちの劇団だったらサブロクっていう、こう平台があるんですけど、それを持つので、はい、もう女優さんも一生懸命ヒヒヒヒ言ってるんだけど、はい、このわらび座の女優さんとかスタッフさんは、はい、どんな重い鉄骨でも一気にフッと上げますからいやこれは素晴らしいですよね。普段やっぱりあれですか、民族舞踊とかやってらっしゃるから足腰強いのかしらね。ああ、それもあるかもですけど、どうですか、やっぱり力仕事に対しては女性愛子さんと結構私たち好きですよね。好きです ね、はい、はい、そんな河合さんと愉快な仲間たちが活躍するブッダですけれども、残りの公演少なくなってきました。2月の15日から17日は東京都の北千住で、2月18日埼玉県蕨市で、2月の22日栃木県宇都宮市で、2月26日福島県福島市で公演があります。詳しくはこちらまで。このメンバーでのブッダの公演はあと残り7回となりました。どうぞ皆様、お近くの劇場に足を運んでいただいて、一緒にブッダの世界を感じていただけませんでしょうか。皆さん、お待ちしてます。毎回恒例、インの字何個書けるかな対決。今回は最終決戦、今までで0点を叩き出した2人と河合さんによる対決です。それでは行ってみよう。よーい、スタート。おりゃ、あ、うんうん、よし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 、有効獲得数1点0点。勝ったね、俺が作ったんじゃ。次回はなんと最終回スペシャル。次回もお楽しみに。あー、あー。